皆さんこんにちは、みのりんです。私はですね、最近バスボム作りにハマっています。いや、この前もね、作ってやっぱり楽しい。もうね、動画関係なくプライベートでも作っていますし、今後ね、いろいろと研究したいなと思っているので、またバスボム作りの動画出すかもしれません。ってぐらいバスボム作りに今ハマっているんですけど、そんな時にちょっと気になった商品を見つけちゃいました。じゃじゃん、バスボム作りのおもちゃキットです。いやー、これ可愛くない？なんかね、アイスクリームのようなね、パチパチっとするバスボムが作れちゃうキットなんです。他にもいろいろとソフトクリームセットとかあるんだ。いや、これはね、遊んでみましょう。それではね、本日はこちらのキットを使ってアイスクリーム型のバスボム作っていきましょう。はい、じゃあまずは開けちゃいます。よいしょ。はい、からはい、というわけで中に入っていたのはこちらです。形を作るキットといろいろなお粉ですね。ホワイトとかバスボムの粉 B と A とかピンクとかブラウンとかいろいろと色が違うんですね。ちっちゃい装飾品かなもたくさんあります。このすごく気になるパチパチパウダーに、でこれが取扱説明書ですね。もうね、今は何が何だかもうチンプンカンプンです。こんな感じでいろいろと書いてあります。じゃあね、まずはね、これ全部開けちゃいましょう。え、かわいい。このボール、いろいろと使えそう。うん、ほらほら、かわいい。え、めっちゃテンション上がるじゃん。あとはアイスのコーンとか入れ物とか、これはアイスクリームの形を作るスコップみたいなやつかな。ではでは、作業用シートがあります。あ、親切。汚くならないためにね、作業用シートを載せます。まずはバスボムの粉 A1 袋を入れて、計量スプーンの小さい方で水を1杯入れてね。はーい、 A、 これか。これを入れて、こっちの小さい方をスプーン1杯お水を入れます。お水持ってこよう。では入れます。お、あ、めっちゃいい香りする。これにお水を1杯入れちゃいます。で、混ぜ混ぜと。すごいよ、ほら黄色になってきました。さっきまで真っ白だったのに急に黄色になりました。面白い。こうやってよーく混ぜていきます。で、そしたら B を混ぜます。では B の粉、真っ白な粉を入れます。はい、でこれもダマにならないように混ぜていきます。ちょっと白っぽくなってきましたね。いや、この香りがね、何か思い出す香りなんですけど思い出せない。ではよく混ぜたので、次は、あ、これでもういいんだ。これでもういいんですけど、色を変えたい場合とか、色をこうミックスしたい場合は、これを一旦横に置いてまた新しく作り直す必要があるんですね。まずはじゃあ白だけでいっちゃいます。スクーパーで混ぜ終わった粉をすくって押さえて外すとも完成。オッケー、オッケー。これでできているそうなので、ちょっと触ってみます。あー、なるほどね。なんか若干お水が足りないような気もしなくはないんですけど、大丈夫かな。進めてみます。これですくって払って、押さえパーツっていうのを使ってグッと形を作っていきます。平らなところに置いて強く手で押さえる。これでいいそう。はい、で、あと、あー、あと、あー、何もしないうちに落ちちゃった。これでいいのか。あー、できたできた。アイスクリーム、あ、意外とね、しっかりしています。固まってる。ちょっと私が落としちゃったから余分な粉がついちゃったけど、おー、すごっ。でもこれで完成なので、はい、こうやって飾ることができます。かわいい。え、やばくないこれ。で、あ、ちょっと待って、これを組み立てることができるので、こうしてこうだ、ほら。というわけでバニラ風のバスボム完成。でもね、バニラだけじゃなくってミントとかチョコチップとか他にもいろいろと入れて作ることができるみたいなので、やっていきます。パチパチパウダーを入れます。あ、これがそうなんだ。で、色がね、オレンジ、緑と赤があります。じゃあこの赤入れてみましょう。中はね、おー、なんだろうこれ。1回で使い切ってねとは書いてあるんですけど、ちょっとこれぐらい入れてみて混ぜてみます。あ、かわいい、かわいい。ふんわりね、ストロベリー感が出ました。これですくってみます。
してちょっと叩いて置いて上からギュッとします。開けていきますよ。この上にそっと乗せます。じゃじゃん、すごい、超リアルなんですけど見て、これは楽しい。では一旦これを横に置きまして、次はねチョコレートのやつを作ろうかなと思います。ここにねブラウンのね A のお粉があるんです。こちらと B を混ぜたらチョコレート系のができるので作ってみましょう。まずは A の粉に、はい、お、これまた違う香り、何の香りだっけなんかねアイスとかチョコレートの香りではないです。なんていうかもっと香水っぽいフローラルな香りでいい香りなんですけど、何の香りだったっけ。でここにお水を一杯、途端にねもうチョコレート感がすごい。で混ぜていきます。もうお水入れただけでこんだけ色が濃くなりました。わーチョコレートだわー。で B の粉を入れてサラサラっとね混ぜていきます。こぼしたでもこれでね完成のはずです。ではいきますよ。すくいます、はたきます、で上から押さえる、もう全体重乗せていきます。で開けて余分なお粉を落としていくよ。せーの、はい、あ出てこない、できた。ちょっと形を直して、めっちゃ可愛いんだけど3段にできました。これさ本当にディスプレイとしても素敵、お風呂の横に飾っておきたいもん、可愛い。3段何段までいけるかなじゃあせっかくだからまたこちらのいちご系を取って、はい、よし、あちょっと待って、落ちそう。4段とあともう1段、ここら辺がダマになってる。もっとよくね混ぜなきゃいけなかったですね。でもなんかねチョコレート感が出てリアル感が増すのですごい。続きまして私ミントのねアイス作りたかったんです。これを作ってみましょう。おお、あ香り書いてある、スイートグリーンの香りだって。うん、めっちゃいい香り。さっきのがサンフラワーの香り、最初のがスズランの香りだって。へえ、本当になんかねフローラル、いい香り。で混ぜます。え、やばい、スイートグリーンの香り私めっちゃ好きなんだけど、今までの中でも一番好きかも。いい感じになってきたのでパチパチパウダーも入れちゃいましょう。こうちょっとずつ混ぜていって、でね混ぜるときにねできるかな、2色混ぜていきます。こんな感じでギュッとせーの、あでもね形崩れてない、すごっ、まだまだいける。最後にこれを乗せたいんだ。いきますよ、じゃじゃーん、完璧、動かせるかな、はい、1,2,3,4,5,6 段、6段のアイスでございます。で一番上がね31アイスにあるあれなんだっけ、パチパチっとするあの美味しいやつ、一番好きなんです私。シュワパチミントを一番上に置いて完成です。これで毎日お風呂入るときに1段ずつねこう使っていくと、まあ、1週間分ぐらい楽しめるのでいいと思います。ていうか材料がねまだたくさんこんなにあるので、あとね2週間分ぐらい作れるんじゃないかなと思います。盛りだくさん、ああああノーでもね意外と頑丈なので持ち運ぶときは気をつけましょう。ていうかねこんなに重ねちゃいけない気がする。はい、
ゆっくりゆっくり。というわけで、実はこれだけでなくクリームとかを作って遊ぶことができるそうです。多分ね、この袋ですね、この先っぽを袋の中に入れて設置完了。こうですね。はい、こちらのクリームの粉を使っていきます。クリームの粉2袋とスプーン1杯のお水を混ぜるそうです。え、もったいなくない？2袋も使っちゃうの？分量半分ずつでもダメかな。また後で遊びたいので1袋にします。で、本来であればスプーン1杯なんですけど、半分ぐらい、これぐらいかなを入れます。で、よく混ぜます。で、若干ね、お水が足りないと思うのでもうちょい足して混ぜます。あ、粘り気が出てきました。めっちゃ粘り気がすごい伸びる。あ、いい感じ。これぐらいで袋に入れていきます。おー、トルコアイスみたい、伸びる。こんな感じで全部入れました。では早速試していきます。アイスクリームを一つ設置しまして、この上に、よ、じゃん、すごーい。え、めっちゃ可愛いんだけど。こんな感じで生クリームをつけることができます。で、あとは装飾とかもこうやって上からつけることが、いや、ピンクがいいな。装飾を上からつけることができるし、パチパチパウダーを振りかけたりしたりすると、まあ、こんな感じで可愛らしいバスボムができちゃいます。じゃん。なんかアイスクリームの上に生クリームってあんまりイメージがないんですけど、かなり美味しそうにできました。いかがでしょうか。はい、というわけで本日はね、バスボムキットで遊んでみました。もうね、ほんとアイスそっくりだし可愛いし、混ぜ棒とかボールとかもね、全部再利用できちゃいますし、個人的にはね、めちゃくちゃ楽しめました。やっぱバスボム作り楽しいよね。まだまだしばらくね、バスボム作っていくと思いますが、ぜひぜひ見てください。本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、Twitter とインスタもやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。